立憲民主党カンナオと党内でも呆れられていた。産経新聞のアビル・ルイさんがツイッターにてこのような発言をいたしました。大震災の翌日、福島第一原発の現地をヘリで訪れたカンナオと首相について、現地対策本部長だった池田経産副大臣は、私の取材に対して、僕も呆れたと、 述べました。こんな覚書も書いています。指導者の質を考えざるを得なかったとなっておりまして、こちら当時の政権内部からも呆れたと、民主党党内からも、カンナオトさんが呆れられていたことが確認されましたけども、現在もカンナオトさんは、 福島原発事故に対する対応、ご自身の対応が失敗したことを認めず、未だに、自らの功績かのように、誇っておりますが、実際には、功績ではなく、菅野さんが、今後一生かけて、ご自身が引き起こした問題として、 償わなければいけない罪になってしまっておりますので、ぜひとも、菅直人さんには、まずは、被災地の皆様が納得できる形で、今後もですね、対応を続けていただき、国会などにおいて、ご自身の福島原発事故に対する対応が正しかったと、 二度と主張されないようにお願いいたします。以上になります。ご静聴いただきありがとうございました。